さあ団員認定戦です、マママパチュリー対シルフィーアリス、シルフィーアリスがプラス2で商談にリーチをかけています。それに対してマママパチュリー、先ほどは、MC さんの昨夜に負けてしまいましたが、その流れを断ち切ることができるか。ここまではお互いそこそこのダメージを取っているが、さあ画面端でダッシュ系で固めを拒否していくアリス。さあパチュリーでのアリス戦は遠距離でのスプリングウィンドが重要なんでしょうか。距離の調整に使ってる感じがありますね。さあカウンター入ったものの、その後のコンボには繋がらず、これは今もう一回カウンターが入ってしまって、ラウンド取るのはまあまあまあパチュリー。さあ2ラウンド目、ここまではまあまあまあパチュリーペースで進んでいる感じですが、シルフィーアリスも頑張ってほしい。これに勝てば2段ですよ奥さん。先ほど見られると弱くなりますと言っていましたが、このプレッシャーも跳ねのけて頑張ってほしいところです。さあ裏では他の試合が終わったようですね。さあ画面端から中央へ。さあ執拗にスプリングウィンドでこっちくんなをしているまあまあまあパチュリーですが、さあカウンターが当たってしっかり決めた2700。宣言したな蓬莱人形。しかし体力差的に少々厳しいか。なおも画面端で固め続けて、割れてしまった。これはバンジーキューズか。最後はジャンプ系、勝ったのはまあまあまあパチュリーでした。